スケヨ城は、島根県雲南市大東町西右に所在する戦国、大名、天腰の家臣佐右市による日本の城。スケヨ、金剛山は、スケヨ市の拠点で、いつ頃築城したかはっきりしていないが、スケヨを支配管理し、また外敵に備えるのにも、立地条件が良く、古くから城塞があった。スケヨ市が成長するに至ったのは、応仁の乱以後と思われ、六大左右ため、 徳以降に築城されたものと思われる。現、スケヨ城の近くに、出城として、小木戸城があり、ため徳が築城したという。小木戸城は、スケヨ城以前に、スケヨの本城であったと言われ、スケヨ城は、後年スケヨキ宗が、築城移転したとも言われる。八大佐ヨキ宗は、天子コゴ老衆のうち、ウ山マ弾ガに着重心で、ビンゴ内十二万国を領していた。 A68 年、ガスサントダ城の戦いの際には清宗は、ガスサントダ城での守備につき、助与城の留守は、助与玄家が守備していた。父清宗が、富田在人中に毛利氏に攻められたが、玄家は毛利方と適切な対応をして、流血することなく処理し得たという。また、別説には、A68 年以前に、すでに落城していたという説もある。助ケ 金剛山は北東向きで、突字型をなしいただきは高く突出している。この山頂に白倉があったものと思われる。山の南側は平地になっており、そこは、スケヨシの屋敷跡であったと言われる。さらにその麓は、平野となりスケヨ川が流れている。この辺りには、スケヨシの家臣が住み侍屋敷が多かったという。丹屋もあり、金谷小神を祀る祠が残っている。 城の南方細長く小高いところに馬場馬場があった。ありがとうございます。